香野菜？よくわかんねえけど、メインはもう終わりなんだろ？別に誰からも誘われてねえし。帰ろうぜ。あれ？先輩、香野菜行かないんですか？せっかくですし、一緒に行きませんか？この手のものは楽しんだら勝ちって言いますし、勝たないとです。始まってますね。行きましょうよ先輩。さてさて、次は毎年恒例囚人制の主張です。の前に、今年はちょっと趣向を変えまして、サプライズイベントを用意しました。ダンス同好会の皆さん、カモン！さあみんな、彼らに負けずに踊っちゃってくれ！こういうのって踊らない方が浮いちゃって恥ずかしいんですよね。先輩、踊りましょう。ありますね先輩。それじゃあ会場が温まってきたところで曲編いってみようか。君、1年の吉沢さんでしょ？ちょっとお願いあるんだけどさ。わかりました、やります。先輩、頼まれちゃったのでちょっと行ってきます。私のこと見ててくださいね。おい、見ろよ。え？楽しかったです。思わずノリノリで踊っちゃいました。ありがとうございます。さっきのダンスすごかったな。ねえ、私見入っちゃった、お父さんからです。
遅くならないうちに帰ってこいって。すみません、そろそろ失礼しますね。ありがとうございます。大丈夫です。高野祭とても楽しかったです。一緒に行ってもらえたので。それでは。ごめんなさい、なんか考えちゃって。明智くんの言葉。あなたの大丈夫は魔法の言葉みたい。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張。拍手。主張？こんなイベントがあるんだね。知らなかった。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。指名だって誰になるんだろう。そこのゆるふわパーマの女子、君に決めた。え、あの人こっち見てない？壇上までお願いします。呼ばれてるよね。もうお願いします。じゃあ行ってきます。お名前はって噂の奥村さんですね。昇進の女の子を引っ張ってきてしまって、すみません。そんなお気になさらず。なんか主張あります？主張ですか？たくさんありすぎて。には一つ質問を。この中に怪盗団がいると思います？え？ずっとね。奥村さんにとってはお父さんの敵ということになると思いますが、明智くんが言った怪盗団の正体気になりますよね。で、この中に怪盗団がいるかどうかどう思います？奥村さん、マジ？
してますね。これはこれはスクープの予感ですね。でも僕は紳士ですから、女の子をいじめるのは忍びない。皆さん、美人の赤面堪能しましたか？はい、奥村さん、ありがとうございました。普通ここからだろ。しかい、仕事しろ。終わったね、高野祭。学園祭でもマスコミの取材みたいになっちゃったね。あそこであんなこと言うなんて全然予想してなかった。え？うん、あのままじゃ私何もできなかった。ありがとう、助けてくれて。あなたって不思議な人だけど頼りになるよね。あなたとだったら私これから先も大丈夫だと思う。なんてね、将来のことなんてまだわからないものね。明智くんのことは気になるけど、初めての高野祭楽しかったよ。これで最後なんだけどね。これあげる。さっき買ったんだけど。うん、帰りましょう。おかえり。途中でどっか行っただろう。探したんだぞ。いなかったから帰ってきたけど。双葉？なんで店の前に？頭冷やしてた。考えまとまらなくなってきて。明智のこととか他にもいろいろ。怪盗団超ピンチだから、なんとかしないと。でもそろそろ中に入ろうと思ってたところだ。ちょうどいい。行こう。最近何かとマスコミがうるさくてね。怪盗団対策未だならず、警察の体たらく、安全神話の崩壊、好き勝手言ってくれるよ。で、捜査の進展は？何か手がかりは？確信に至るものはまだ。どうなってるんだね。賞賛があるんじゃなかったのかね。失敗は許されないとも言ったはずだ。困ったね。このままじゃ君、出世どころかここにいられなくなるよ。そんな。期待していたつもりだが、やはり年若い君にこの任は重すぎたか。人選も含め作戦を練り直す必要があるのかもしれないな。最後までやらせてください。この事件は私がずっとずっと追っていたのは知っている。警察が人も割いていなかった当時からな。逮捕にこぎつければ署内で君が尋問できるよ。特別に話もつけてある。それが望みだろ。国のトップが変わろうとしている。この件を持ち越すわけにはいかないのだよ。言っておくが、失敗は許されないからな。結果を出してくれ。わかりました。少しくらい大胆な手に出てもいい。必ずいい結果をな。ああ、そうだ、不測の事態が起きたらすぐ私に連絡を。部長に？失敗は許されないと言っただろう。いい、手はず通りです。ただいま。総次郎？掃除してたらよ、出てきたんだ。予告状だろこれ。ネットに出てるもんな。
勝手に部屋に入ったな。そんなの後でいくらでも謝ってやるよ。なんだこれ。それはうろたえるような代物か。やっぱりただのごっこじゃねえわけか。なんで黙ってんだよ。なぜ取っといたんだ。だって思い出。説明しろ。説明。話せないようなことなのか。説明。おい、このままじゃ双葉が。俺は双葉とは話してんだけどな。単刀直入に聞くぞ。こいつは本物なのか。お前はその改心させられたのか。どうなんだ。お母さん死んでずっと出口なかった。心の迷宮閉じこもってた。いつか出なきゃって思って、でも自分じゃできなくて。双葉、そこ座れ。話だけは聞いてやる。怪盗は助けてくれた。ダメな心盗んでくれた。お母さんの研究と一緒。私の認知変えてくれた。マジかよ。認知を変える若葉の研究、まさかとは思ってたけどよ。医者でもサジ投げたってのに、いきなり海行くとから来たもんだ。はじめは子供同士にはかなわねえなとか能天気に考えてたがな、店のテレビで日がなワイドショーを見ててふとよぎったんだよ。双葉のことは怪盗団とかって話と似てねえかってな。すごい。これでもお前の保護者だ。こんなでかい変化見逃すかよ。宗次郎。でもまさか怪盗団の改心と若葉の研究内容が一緒だなんてな。俺な、昔は役人だったんだ。国と若葉がいた研究所の橋渡しみてえな仕事だ。知り合ったのもそん時だ。あいつがな、酒の席で妙なことを言ったんだ。近いうちに妙な死に方するかもってさ。そんなの冗談だって思うだろ。俺適当に流しちまってな。だが言葉の通りになった。お前に何かあったら俺はあいつに顔向けできねえ。お前に聞きたいことがある。お前の態度を見る限りこの予告状を知ってるな。当然双葉が怪盗団に改心させられたことも知っていたはずだ。お前ひょっとして怪盗団ってのとなんか関係あんのか。最初の改心事件、お前の学校の先生だっただろ。うちにあの絵を持ってきたのも例の改心させられた美術家の弟子だよな。そこに来て双葉だ。事件の近くに必ずお前がいる。どうなんだ。世間じゃ犯罪者って言われてる連中だ。なんでそんなヤバい奴らと双葉を引き合わせた。違うよ。私が頼んだ。だから助けてくれた。私の心盗んでくれた。頼む。盗んだ。まさかこいつがお前を改心させた張本人っていう気か。
つまり怪盗とつながってんじゃなくて、こいつ自身が怪盗だって。冗談もいい加減にしろよ。まさかお前、本当にお前が怪盗なのか。嘘だろ。宗次郎。つまり俺は怪盗とやらを半年もかくまってたのか。しかも双葉まで。どうなってんだよ。私、お母さんを殺した犯人見つけたい。殺したって。殺されたんだよ。私思い出したの。やめろ。なんで信じないの。宗次郎も他の人たちと同じ。知ってたんでしょ。お母さんの死に方普通じゃないって。気づいてたんでしょ。お母さんの研究誰かに盗まれたって。宗次郎、あいつが死んだ時確かに変だと思ったよ。妙に気なくせえってな。けど俺に何ができるよ。逃げるぐらいしかなかったんだよ。その果てがここでの隠居暮らしだ。お前を引き取ったのも要は自分勝手な罪滅ぼしなんだよ。お前が余計な苦労を背負い込んだのはほとんど俺のせいみたいなもんだ。別に宗次郎は悪くない。偉そうに説教を垂れて子供相手に怒鳴ってよ、姉妹に慰められてちゃ世話ねえぜ。笑えるだろ。ていうか悪いのは殺したやつに決まってるじゃん。そうか、安心しろ。お前らがもし本物の怪盗でも突き出したり追い出したりする気はねえ。第一、そんな話誰が信じる。お前らが怪盗だなんて説明できるわけない。現行犯でもない限り無理だ。ただ一つだけ言わせろ、勝てない喧嘩からすぐに手を引け。わからないのか。万が一若葉をやったのと同じ連中を怒らしてんだとしたら、子供がどうこうできる相手じゃない。聞き分けろ。いいな。もうこの話は終わりだ。飯にするぞ。大声出したから腹減ってしょうがねえよ。はあ、問答無用で通報される最悪の展開だけは避けられたな。けど今あったことはさすがに仲間にも話しておくべきだな。疲れた。勝つんだ、絶対。ごめん。うん。
さてと。以上、新党結成がささやかれる獅童正義議員の街頭演説の模様をお伝えしました。ええ、続いて奥村氏の死亡事件など数々の容疑がかけられている怪盗団の続報です。警察は怪盗団を警察庁指定被疑者特別指名手配とし、怪盗団に関する有力な情報提供者に対して報奨金を支払うことを決めた模様です。見ろ、情報提供者に対する報奨金は3000万円となっており、金額の大きさからも異例の事態であることがうかがえます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで怪盗団探しに目を光らせんだぞ。毎日、それこそ学校の中でもだ。なんでこんなことになった。俺のことはいいんだよ。まあ、なんだ、気づいてやれなくて悪かった。こうなったらもう俺の責任だ。もう俺にできることはお前をかくまうことぐらいだ。絶対にやけを起こすんじゃねえぞ。お前を売るような真似はしねえ。ここにいる限りは安心していい。ご主人にはすまないことをしたな。我が輩も責任を感じている。見ましたか、あの懸賞金。少しプレッシャーをかけすぎましたかね。これで大衆皆が怪盗団の敵となったも同然。あ、その通り。それで終焉です。指名手配だってよ。しかも3000万の賞金首ってか。漫画かよ。実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと、全部本当に仕組まれてたのよ。奥村社長が1位になったことも、その前のブームもメジエドも、全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長。ああ、多分敵は花から有名になった怪盗団に罪をなすりつけるつもりだったんだ。じゃあ私たちがやってきたことって何？悪人だと思って改心させてきたやつも本当は違うの？いえ、金城やまだらめは私やユースケのことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨下の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても故意に狙わされたのは前回だけのはず。せこい手使いやがって。せこい？そんなもんじゃないわ。偽メジエドや怪盗サイトの改ざん、相手は一連のブームまで作り上げた可能性がある。
そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、多分奥村社長だけじゃない。これまでの、そしてこれからの廃人化事件の罪、全部怪盗団にかぶせるつもりじゃ。だから俺は言ったんだ、迂闊に飛び込むなと。なんだよ俺のせいか。最後はてめえも同意しただろ。それにあん時は春のこともあった、放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応していれば。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時ちゃんと言えば。くそ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 。リュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ、なんで負けちまった。俺たちは何を間違えたんだ。きっと我が輩たちらしくなかったのさ。そうだな、俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、本当そう。私、自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。正義の怪盗団なのに本末転倒もいいところね。自分に腹が立つ。まこと、分かってんだよ。はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。なんとかしてに決まってんだろ。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか、それすら情報なしだ。しかもそこまでやる相手なら有力者か、かなりの後ろ盾を持っているな。私らで叶うの？もうやめとく。だってみんな今よりひどい目に。ねえ、どうしたらいい？ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に思うツボだろうがよ。それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、全言撤回だ。やっぱ終われない。終われねえ。どうしたいかは決まったな、あとはどうするかだな。そうね。一番のクズは俺だって。落ち
してたの。すっきりしたわ。春とか双葉とか怖がらせちまったよな。謝っとかねえと。じゃあな。ここが正念場だな。まあ今から気をもんでも仕方ない。落ち着いて明日を待とうぜ。よし。おい、やれやれ。よし。さてと。
与党の議員なんですよね。与党分裂新党結成って噂もあるし、こりゃ年末ぐらいに選挙になるかもな。俺今回は選挙に行きますよ。この人に投票します。お前今まで選挙行ってないの？社会人としてそりゃどうかと。俺今まで政治に興味なかったけど、この議員なんかすげえじゃないですか。熱意があってちゃんと未来を考えてて、こういう人が総理になるべきっす。俺絶対この人に投票します。まあ他の政治家じゃ頼りないし、そうなるよな。捜査に協力しろって、私たちに何をさせるつもり？そうだね、まずはコーヒーもらえるかな。余裕ぶっこいてんじゃねえ。手短にお願い。指名手配に加え懸賞金までとは、かなり切羽詰まっているみたいだね。サエさんの方だよ。君たちの方も焦ってるだろうけど、ここまでやるなんて相当追い詰められてるんだろうね。指名手配で注目を集め、懸賞金を餌に証言を集める、悪くない手だ。警察は私たちのことを掴んでいない。逮捕できるわけがない。そうだね、君たちの正体にまで気づいているのは僕だけだ。だが証言者を捏造して犯人をでっち上げる準備は着々と進んでいる。ノーガキはいい、本題を言え。単刀直入に言おう。サエさんを改心させようと思ってる。彼女にパレスがあることは調べがついてる。捜査機関の暴走を阻止するためか？その通り。だからって改心させなくても。たかが一人の捏造でそんなことができるとは考えにくい。それがそうでもないんだ。周りの人間が捏造を黙認するとしたら。警察がそんなことするってのか？信用されてるんだな。向こうは事態の収束が最優先だ。もはや犯人はどうでもいいらしい。そんな。腐ってやがる。僕の目的は真犯人を探すこと。それは君たちも同じはずだ。だが今の状況は非常にまずい。真犯人どころか、最悪の場合無関係の人間が犯人にされてしまうか。唯一の解決法はサエさんの目を覚まさせること。正気の彼女ならこの状況を止められる。彼女の正義が許さないはずだ。そういうことだったのね。真実が闇に葬られ、無実の人の人生が狂わされる。そんなのがまかり通るのは許せない。僕の正義が許さない。その気持ちはまあわかるけどよ。それにサエさんを改心させることは彼女を守るためでもある。どういうこと？怪盗団捜査の責任者がサエさんであると廃人化の犯人が知ったらどうなる？命が狙われる可能性が高い。怪盗団に罪を着せる格好のターゲットでもあるしね。どうだい？僕の話乗ってくれるかな？正義にこだわるのに、正義のためなら手を汚すというのか？真相を突き止めるためには仕方ない。それにサエさんを改心させるメリットはもう一つある。手を出すなという警告になる。捜査関係者に改心が起きても公にはできない。すれば自分たちの不正まで表に出てしまうからね。あとは僕が真犯人を突き止めるだけだ。
どういうこと？真犯人が逮捕されたら解散宣言を出せって言うんでしょ。さすが。どうだい？お互い悪くない話だろ。まこと、どうなんだ？よくできた計画だわ。ご丁寧に私たちを終わりにさせるところまで入ってる。お褒めいただけて光栄だよ。なぜそこまでするの？明智君にとって正義って何なの？最低な大人。そうだね。そいつへの反骨心が僕の正義の源だ。社会のためとか理想のためとか、そんな大層な理由じゃない。極めて個人的で、ただのくだらない恨みだ。お前なんか私たちと似てない？うん、最低な大人のせいでムカつかされたこととかね。似た者同士か。だから僕は君たちにこんなこと頼もうと思えたのかな。サエさんを改心させるって作戦、協力してくれるかな？ありがとう。内心ヒヤヒヤしてたんだ。君たちが協力してくれないとこの作戦成立しないからね。怪盗団は消滅、全てが丸く収まるか。うまくいくといいんだが。まこちゃん。私は平気。それにみんなには黙ってたけど、私が怪盗団に入ったのはね、お姉ちゃんを改心させたかったから。現実にならないことを願ってたけど、バレスがあるのもだいぶ前から知ってた。なんで言ってくれなかったの？こんな自分勝手な理由。ただそれ以上のことは怖くて調べてないけどね。じゃあ下調べも兼ねて今から行ってみないか。いろいろ初めてだから慣れておきたいしね。ごめん、今日はちょっと用事が。そうか、残念だな。このことをお姉さんに？もちろん話さないわ。ただ珍しく歯切れが悪いな。どうかしたのか？ちょっと今日は。じゃあ明日から始めるってことで今日はお開きにしようか。みんなごめんね。まこと、なんか変じゃなかったか？わからん。ただの気のせいかもしれないが、とにかく明日からか。うまくいくといいな。私にパレスが、しかも明智五郎って。じゃあ怪盗団は彼の手引きで私を狙ったの？しかも奥村の時点ではもう異世界を体験していた。まさか。だって彼そんなの一言も。そういえば彼、あの頃から急に態度が変わったわ。明智君は一番大事な話をだんまり。同居する妹は怪盗かもしれない。もし本当なら陣頭指揮が効いて呆れるわ。私一人蚊帳の外じゃない。身に覚えのない廃人化の連発で君は別の悪党の存在を確信した。そしてもし全ての罪を負ったまま自分が捕まれば、悪党は完全に野放しになる。だから私を狙ったと。自分の保身のためじゃなく。一応理にはかなってるわね。ただ捕まりたくないだけなら、私を改心させるなんて保証にならない。改心が起きた後も怪盗行為は敵視され続けるかもしれない。まさか悪党が実在して
しかも怪盗団をはめようとしていたなら、次に狙われるのはこの私。それひょっとして誠の意見？考えすぎかしら。ちょっと気をしっかり持ちなさい。もうボロボロみたいね。でも負け犬の顔にも見えない。どうしてかしら。呆れた。まだ話せるみたいね。君、逮捕された時現場の男からお前は売られたと言われたそうね。普通に聞けば裏切り者の存在を示唆する言葉。もしこれまでの話が本当なら、一つ推論が成り立つわ。悔しいけれど、ある時点から、いえ、多分最初から私は大飾り、後で責任を取らせるためだけの存在。君の逮捕には誰かの意図があって、直接関わる最小限のものにだけ息がかかっていた。もしそうなら、本当の正義はむしろ君の側に。よし。いえ、結論を急ぎすぎね。まだ君を信じたわけじゃない。だからこそ確かめたいことがあるのよ。私は改心されたの。私のパレスに入ってから逮捕までに何があったのか聞かせてもらうわよ。頼みってなんだ？夜分だぞ。パレスに行くことになったからな。新島のことを調べてほしい。仕事ぶりとか交友関係とか、公私構わないでやってくれ。パレスで足止め食らってもすぐに対策立てられるようにな。もっと調べられるよ。下着のレパートリーとか。女の子がそういうこと言うもんじゃないぜ。お前も行ってやってくれ。そうだな、男性遍歴とか。我が輩たちは怪盗だ。あと、これは考えすぎかもしれんが、我が輩の声。いつもと同じ。最後まで聞けって。ちょっと調べてほしいんだよ。